今回紹介するのは、基本の78パターンで、英会話フレーズ800という本です。英会話の本は山のようにありますが、その中でも群を抜いておすすめできる一冊、このフレーズを押さえておくと、英会話が楽に即座にできるようになるという趣旨の内容。具体的には、まずレイアウトが見やすく、 読みやすいのが良かったです。左側のページには、基本フレーズ。例えば、I was wondering if、とその意味、そして、それを表す、挿絵、が入っていました。この挿絵が面白いです。笑えました。弁慶とか、室町時代の人とか、カウボーイとか、エイリアンとか、いろいろ出てきます。読者を楽しませよう。それでいて、 成果が出るように構成しようという著者の気持ちが伝わってきます。こういうのって大事だと思います。笑いながら読んでいけて、かつ実践的な使い方が繰り返し掲載されているので、楽しみながら読み進めていくうちに、使える英会話表現が習得できるという、費用対効果の極めて高い一冊だと思いました。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。